プリキュアオールスターズデラックスみんな友達奇跡の全員大集合映画プリキュアオールスターズデラックスみんな友達奇跡の全員大集合は2009年3月20日公開のアニメ映画プリキュアシリーズの歴代作品のクロスオーバー作品であるシリーズにおいて過去最高の公衆である10億円を達成したキャッチコピーは プリキュアたち14人が夢のコラボ。力を合わせてみんなの未来を救え。前年の映画イエス、プリキュア555お菓子の国のハッピーバースデーで同時上映された短編映画、初短編プリキュアオールスターズ55ドリームライブの内容を再編集、再構成した長編作品としては初のオールスターズ映画である。二人はプリキュアシリーズ、二人は プリキュアスプラッシュスター、イエス、プリキュア5シリーズのプリキュア9人及び、シャイニルミナスとミルキーローズ、そして、フレッシュプリキュア、の、キュアピーチ、キュアベリー、キュアパインの3人を加えた延べ14人のプリキュアが、世界観を超えて結集し、一つの敵に立ち向かうというストーリーである。本作の、主な舞台は、神奈川県横浜市にある横浜港未来21を、舞台にしている。 なお、無印から、55までのプリキュアは前述の短編映画で共演しているが、本作では初対面として描かれている。一方で、妖精たちはプリキュアに先駆けて、全員進行があるという設定になっている。公開当時に放映中の、フレッシュとマイシリーズの5 55、555を中心に物語が構成されている。また、 作中では詳細に明示されていないが、スタッフの間で、過去のプリキュアは、最後のボスを倒した後というコンセプトで話を、作っている。彼女たちをサポートしてきた妖精たちや敵として、現れた怪物たちも、各作品の幹部キャラと泣けはめいけを除いて、総出演する。なお、途中のシーンで登場する怪物たちは一部を除いて、t v シリーズ中に登場したものである。 また、シリーズに続編がある作品のプリキュアは、続編で、マイナーチェンジしたコスチュームでの登場となる。さらに、スプラッシュスターは、キュアブルームとキュアイーグレットのみの登場となる。以降のオールスターズ映画も同様である。中学生以下の入場者には、レインボーミラクルライトが配布された。劇とも音楽は、シリーズの音楽を担当してきた、佐藤直樹と、 高梨康二が参加。また、フレッシュを除いて、各プリキュアの OP テーマが、挿入歌として使用されている。本作は、今回だけの奇跡的なコラボレーション企画として、制作が進められていたが、校長につき続編が制作されることとなった。しかし本作と、自作、映画プリキュアオールスターズデラックスに希望の光、レインボージュエルを守れ。 は制作時間に余裕がなかったというまた、次々作の映画プリキュアオールスターズデラックス3未来に届け、世界をつなぐ虹色の花まで制作されたテーマが偶然それらしく合致したため、デラックスシリーズは本作を第1作とする3部作となる。なお、本作のテーマは出会いであり、各作品を紹介した上で最後の大集合が、 盛り上がるように制作されている。前述の経緯より、以降2020年まで、毎年3月にプリキュアシリーズのクロスオーバー映画が上映されるようになる。プリキュアの生みの親である、和シ隆は、本作でプリキュアシリーズから一度身を引いたものの、続編においても監督である大塚と共に、制作相談を行っており、 デラックスさんまで、その各作品の構築に携わることとなった。ダンスコンテストに出場するために、横浜港未来21に向かったラブたちは、途中で道に迷ってしまう。そこへ街を飲み込む邪悪なもの、フュージョンが現れる。力を欲したフュージョンは妖精たちを襲い、さらには、各、プリキュアたちを襲う。結集したプリキュアたちは力を合わせ、 世界を脅かす強大な敵に立ち向かう。歴代作品の登場人物は以下の通り。詳細は各作品の登場人物を参照。本校では本作における立ち位置を簡潔に紹介する。本作で再登場した怪物は横に登場話数を付けで表示する。他にダンスコンテストの司会者役として江戸晴美が出演しており、物語が 港未来を舞台としているために開国博愛1 5 0の種丸も出演している。歴代の怪物たちかつてプリキュアたちが倒した敵対勢力の怪物たち。いずれもフュージョンの能力によって再現された存在である。物語終盤では過去に倒された怪物たちの姿で再現されている。本作でのアイテム。劇中では単に ミラクルライトと言っていた。先端部にはハート型の蛍光部があり、その蛍光部はピンク色となっている。なお観客に配られたミラクルライトにはハート状の上に虹を模した部分がついていた。劇中では妖精世界のアイテムとされ、妖精世界に入り込んだフュージョンの一部をシフォンが持っていた。これで消し去り、その後シフォンがフュージョンとプリキュアの対決戦場に現れ、 ライトを全妖精の手に転送させると、皆でライトを振って、プリキュアのパワーを回復させ、勝利へと導いた。前作、前々作で行われた映画プロローグでの妖精によるミラクルライトの使用解説は、本作では行われてなく、代わりに劇中のパルミエ王国での妖精会議の席上で語られる程度となっている。そして以後のクロスオーバー映画では、デラックスに、 ニューステージ、ニューステージ2、ニューステージ3では、本作同様に劇中のセリフに引用され、デラックス3に至っては全く行われなかった。しかし2016年公開の最新作、奇跡の魔法。では、クロスオーバー映画史上初めて、プロローグ前のミラクルライトの解説が行われた。なお、予告編完成前に公開された、特報では、本ライトを、 ミラクルライトさんというかなで紹介し、正式な形状は伏せ、ミラクルライトを振る場面は、映画イエス、プリキュア555の予告編より流用していた。しかしこれ以降の映画の特報では、ミラクルライトの紹介は行われていないので、今回が唯一となった。本作は、多くの声優が出演しているにもかかわらず、出演者全員のスケジュールが奇跡的にあったため、 全員揃った状態で収録が行われた。スタジオでは多数の出演者が4本のマイクを使用してアフレコンを行っていたため、マイクの争奪戦になった上、人口密度からスタジオの酸素が薄くなったと出演者たちが苦労話を語っている。また、プリキュアとパートナーの小動物たちは交代しながら収録した。わしを曰くシリーズ作品が移り変わると、 各シリーズのキャスト間の関係がギクシャクすることがあるという。が、全シリーズの出演者が入り乱れた状況で収録が行われた本作品では、そういったことはなく、むしろなぎさ、ほのか役の本名と、ゆかなは、おのののキャラクターにちなみ、立ち位置の近い後継作品の出演者を、ブラック家族、ホワイト家族と称して、交友を深めるようになった。また、 本作品をきっかけに、スプラッシュスター参加者のみで行われていた、世に、んでスーパー手打ちライブに、この出演者が参加し、みんなで、スーパー手打ちライブフレンドフレンドという、タイトルとなった。収録後の簡単な打ち上げで、出演者はそれぞれ涙ぐみながら挨拶したという。本作のところどころには、本編をオマージュしたシーンが節々に使われている。例として、 渚の頭に、メップルが直撃する。着地に失敗するフラッピとチョッピなどがある。言い換えると、無印と、語のコスチュームのプリキュアは一切登場しない。ただし、キュアブライトとキュアウィンディは、自作、デラックス2と、次々作、デラックス3で、初期形態と合体した形で登場している。デラックスシリーズ完結後は、ニューステージシリーズ3部作。 春のカーニバル、みんなで歌う奇跡の魔法、と続いている。その後に、映画ハグッと、プリキュア二人は、プリキュアオールスターズメモリーズも制作されたが、こちらは10月公開である。2017年から2020年までは、登場作品を、公開時点で放送されている。現行作品とその直近の2作品の、計3作品に絞ったクロスオーバー映画が、 制作されていた。ゴープリンセスプリキュア以降のテレビシリーズでは企画として、再び、プリキュアシリーズに関わっている。今作から、映画プリキュアオールスターズニューステージに心の友達まで、つたない妖精たちを滑る、リーダー役も担っている。以後の、デラックス三部作の、ミラクルライトは、蛍光部がピンク色となっていたが、ニューステージからは、単独映画同様。 白に変更されている。この時、変身アイテムに変身していた妖精は、瞬時に元に戻り、ライトを受け取った。デラックスにでは、ラブに叱られたシフォンが泣き出して、浮いていた、ミラクルライトがばらまかれると、ラブが、あははは、ライトを振り回すのは、危ないってことで、と発言。ニューステージでは、冒頭フュージョンと戦うプリキュア23名を、応援する妖精たちの中、 タルトが説明。ニューストギー2では、養成学校での教習場面で、特別教師のタルトが説明。そして、ニューステージ3では同じく養成学校の教習で、養成学校の先生の依頼により、生徒養成のグレルと延々のパートナー養成になるが、説明した。そのため、自動客らが振っているのは本ライトではなく、映画 IS、プリキュア555で採用された。 ミラクルライトにだった。そのプリキュアも、二人は、プリキュアスプラッシュスター側は、キュアブルームとキュアイーグレットのみ、紹介、強化形態のキュアブライトとキュアウィンディは紹介されない。これは、以後のオールスターズ映画のフィルムコミックも同じ。同時上映作の、初短編プリキュアオールスターズ5号ドリームライブは、配信されていない。2009年度公衆10億円以上番組。 東映アニメーション、映画、プリキュアーズドックス3プロデューサー監督対談、パート1シャッフルの意味 AB プリキュアピア、プリキュアシンドロームにて、映画プリキュアオールスターズニューステージ未来の友達の、映画パンフレットの、オールスターズデラックスとニューステージの意外な関係、フュージョンの秘密にて、プリキュアシリーズの脚本家、村山愛さんインタビュー前編にて、公式サイトトピックス、 過去作無料配信映画プリキュアミラクルリープ。spring.precure-movie.com。2020年4月4日閲覧。ありがとうございます。